アメリカ合衆国戦での墓マオリオールブラックスは、ニュージーランドの先住民族マオリ代表のラグビーユニオンのチーム。ニュージーランドマオリとしての初決戦は1910年、その前身であるニュージーランドネイティブスは1888年まで遡る。2012年6月1日付で公式にマオリオールブラックスと名付けられた。 選手はニュージーランドの先住民族であるマオリであることが条件であり、ニュージーランド代表と同様に選ばれることは名誉なこととされる。オールブラックスの黒いジャージ、エンブレムのシルバーファーンなど、オールブラックスのルーツはニュージーランドマオリにある。高祖父など血筋を遡って、少しでもマオリ族の血を受け継いでいれば良いので、一見するとマオリに見えない選手も多く見られる。 遠征に来たナショナルチームがオールブラックスとテストマッチを行う時の前哨戦としてニュージーランドマオリとの試合を組むことが多い。オールブラックスと同様に国際試合の前には伝統舞踊である墓を行うが、オールブラックスとは異なるニュージーランドマオリ独自の墓、ティマタンガを持つ。2008年にはパシフィックネーションズカップに参加した。 2005年にブリティッシュアイリッシュライオンズに勝利するなど2003年から各国代表に対し19連勝中である。この間2008年と2014年に日本代表には参照している。ありがとうございます。